チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日はおなじみ江崎先生と、そして榊原先生にお越しいただいて、よろしくお願いします。開演公表直前に収録しておりますけれども、皇室の話を、はい、お聞きしたいと思います。まず、江崎先生はこちら天皇家150年の戦いを、ね、はい、上司されて、こちらの話をしたいのですが、その前に、先般の3月20日参議院のなぜか財政金融委員会で、国民民主党の大塚耕平議員が、旧皇族家、特に東国宮家のお名前を挙げられて、皇籍復帰、旧宮家復活について、GHQ のやったことを、変える気はないんですか、戦後政治の総決算という表現を使われていますけれども、安倍総理はやる気ないんですかと言われたことに対して、安倍総理は、それをやる気はないと、GHQ のやったことをひっくり返す気はないというふうに、答弁されたわけです。で、江崎先生と榊原先生、それぞれあのニュースはご覧になってますよね。はい、ご意見をお聞きしたんですが、はい、江崎先生から。多分質問のすり合わせが十分できてなくて、この大塚先生の意図が、こう、なんか、非常に唐突な感じのように受け止めたんでしょうけどね。だから安倍総理も十分練られた答弁をしてるとは思えなくて、かなり、だから倉山先生が言うように、誤解を招く言い方をしているなと思いますね。ただ、あれだけ読むと、いわゆる GHQ の下で十一宮家が親戚国家されたもの全てをこうもう一度お戻りいただくということは、やっぱりこうその後の生活があるのでという言い方で、なかなかもう現時点では難しいということで、いわゆる旧この、我々はどういう言い方をしているかというと、旧皇族の男系男子孫ですね、もうだって当時の方はもういらっしゃらないので、その男子男系男子孫の方にもう一度功績を取っていただくということの道を塞いだわけではないというふうに、その辺はちょっともう少し言葉足らずだったなという意味では非常に残念だなと思いました。実際大塚さんは質問し直してますもんね、その場で。どうも安倍さんが、質問の意図取れなかったようなので、それは多分国民民主党の方からまともな質問が来ると思ってなかったんじゃないかと。いや、つまり江崎先生がよくおっしゃられる、相手の逆を、左の逆を言ってたら保守にできるんじゃないんだという典型例、だからそういうところもあるんじゃないかなって僕なんかは見てて、少なくとも大塚先生のあの質問だけでいくと、国民民主党の、国民民主党ですよね、はい、先生ではありますけども、かなり真っ当なことを聞いてらっしゃると僕は思いますので、大塚先生、日銀出身で財政高派なんで、一度も生まれてから褒めたことないんですけど、あの時だけはなんてまともなことを言ってるんだと思って、やっぱり人間100点も0点もないなという典型例だと思いますが、榊原先生は。あれですね、その5月1日でね、新しい身代わりになってから、なるべく早くその皇位の安定的継承について話し合いを検討を始めようということに、なってるわけですよね。これはその皇位の特例法を作るときに、与野党が合意している話でありますので、そういう意味では今このタイミングで大塚議員がですね、質問をするというのは、あってしかるべきなような気はするんですが、やはり江崎先生がおっしゃっているように、多分安倍総理からすると不意打ちだったんだろうなということで、守りの答弁をしたんじゃないのかなというふうに受け取りました。下手に守っちゃったから、いわずもがなな表現になっちゃった。そうですね、そこは、ちなみに前日に渡辺芳美さんという、なぜか無所属に今なっている方が、当時日本国憲法を作って皇室を旧皇族を追い出す時にソ連が動いていたじゃないかってどっかで聞いたような話です。江崎先生がっていう話はない。僕ではないと思いますが、ただなんか風の噂だと渡辺芳美先生はなんか僕の書いてる本はなんか読んでくださってると。だって明らかに江崎先生の本読んで、質問してるのが、芳美さんって皇室なんてみんなの尊き興味ありましたっけみたいな。だって芳美さんと大塚さんって経済だって真逆ですからね。いきなり何が起きたんだと思ったんで、ということで江崎黒幕説は否定しております。そんなことはないです。そんなことはありませんので、いえいえ、ということで、それでですね、肝心の話で、
東国宮家、この前お亡くなりになられた信彦様は旧皇族の方ではあって、当然男系をたどると、実は室町時代の始皇天皇にたどり着くわけですが、男系だと。女系では、明治天皇のひ孫にして昭和天皇の孫さんで、信彦様は、4人の、おじいさんおばあさんが全員皇族、しかもお一人が、昭和天皇という、小泉内閣の時の、高等保守の時の議論で、東国宮家の人たちに皇籍復帰していただければよかったではないかという議論があって、知る人ぞ知る方ですけれども、それに関して榊原先生、江崎先生のご意見、東国宮様って最後終戦時の、総理もしていて、はい、なかなか皇族の中でも重きを成した方だとは思うんですけれども、そうですね、戦後はでも今いろいろな出来事があって報道になるようなこともあったように伺ってますけれども、そのもし女系をたどっていって東国宮家の方の落ち筋でということになるのかなという気もするんですね。その女系の方は例えば金城天皇様のご兄弟も、たくさんいらっしゃいますし、それから皇太子殿下の範宮様もいらっしゃ、黒田清子さんもいらっしゃいますし、ということでいろいろおられるので、その論理的にその女系男系、今男系ですけれども女系を容認するということになると、そちらのそのより浸透が近い方がいらっしゃるので、どうなのかなというふうにはちょっと正直思います。ただ男系として東国宮の落ち筋の方が皇籍に戻られた時に昭和天皇の落ち筋とか明治天皇の落ち筋を女系で継いでるということ自体は、その一般国民からするとより、補強材料としてですね、なんて申しますか、皇位継承者として見られるということはあると思うんですが、ただそれは本質的には違うだろうと。やっぱり男系であるか否かが、それに尽きると思いますので、もしその日本の国の制度でいろいろこれから皇籍復帰していただいてということであればですね、ということなんで、どうなのかなという気は正直します、ね。全く同じこと、実は私は富士産経グループのスパという雑誌でですね、書いておりまして、女系はあくまで男系の補完であって、男系が絶対なんだと、で女系で訳が分かんない民間人の男を入れるのは絶対ダメですよという立場で、全く同じことを違う表現になりましたけど、私も申し上げたことがありまして、東国宮家の件に関して江崎先生のご意見を伺いたいんですけど、いわゆる小泉内閣の後ですね、そのいわゆる男系男子孫ですね、の方々にっていう時に、いろんな議論がありましたけども、やはりこの皇籍復帰というよりは皇籍を取得していただくということになると思うんですね。復帰というと当時の方になるので、でも当時の方がもうなんていうか、なかなかもうご高齢の方が多い、でご高齢の方々というよりは、やはりこの今の、今度、御蔵を使われます皇太子殿下の世代より下の方々で、やっぱりこの改めて皇族の身分というのを取得していただいて、皇族に入っていただくっていうような議論だったような気がするので、そういう意味で言うと、なんていうのかな、この前、この間皇居された東国宮様というよりは、もっとお若い方々のことを、僕なんかは考えていかないといけないんじゃないのかなという捉え方をしてたので、いずれにしても東国宮家を復活して、で新しい世代の方々に親王宣言、そうというような形になるだろうという理解で、ということだと思いますね。それに関して榊原先生は、宇田天皇、宇田天皇はあれですね、その源姓で親戚で生まれても皇族に戻られるというか、親王宣言受けてということはあるので、
これは貴重な先例としてね、はい、考えていただきたい。これまで私も富士産経グループのスパという雑誌で、うん、書かせていただきまして、はい、読んでいただいていないのは何で同じこと言ってるのかとなんか打ち合わせしてるようなんであれですけど、いやちなみに私は今の表現で、うん、宇田天皇の場合は元皇族、うん、醍醐天皇の場合は旧皇族という表現で分けて使ってます。江戸先生の言葉に合わせると、元皇族だった方々ではなく旧皇族の人たちに親王宣言、うん、はい、そうです、という、はい、そうです、わかりますかね、はい、旧皇族の男系男子孫の方にですね、はい、正確に言うと、はい、ということで、はい、なんか計らずも意見が一致してしまったところで、はい、次の話題に行きたいんですけれども、その前にその安倍総理の答弁ですけれどもね、はい、その GHQ のやったことをうんぬんっていうふうにおっしゃったのは、はい、だから多分総理としてはそのかなり政治的にも大変な仕事になると思うんですね。まあ、いろいろ言う人もいるし、特に左翼の人たちは、戦後の日本の歩みをどうのとか、そういう文脈で批判をしてくる可能性もあるので、あまり GHQ がやったとかそういうことではなく、江坂先生おっしゃったように今この問題をどう解決するんだという視点でものを考えようとしているのかもしれないなと。GHQ がの時代になっちゃった、親戚交換されてしまったということは事実なんですけれども、別にそれを否定するわけじゃないんだけれども、それを戻すという発想説明ではなくて、今この時点で男系の男子の方がもう悠仁さまの世代は悠仁さましかいらっしゃらないということで、どうしますかということで考えましょうというふうに話を持っていって、国民にも問題提示した方が多分理解を得られると私なんか思うんですけれども、そういうことから考えると、まあ総理のあの答弁というのは別に問題なくてですね、 GHQ のやったことをひっくり返すんだみたいな言い方をあえてしなくても、問題は解決できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにしても口頭補修していただければ私はいいとは思うので、そこの点は我々は一致できたと思うので、まあ江崎先生のご本で結局何との戦いなのかって話で、単純に左じゃないよということを江崎先生は強調されているわけで、もう一つの話題に行きたいんですが、戒厳の事前公表に関して、江崎先生いかがでしょうか。だからまあこれはもう、まあ僕はもうだからもう2年前にですね、2年前かな、あれ2年前だったかな、まあ、別冊正論で皇室特集をやった時に、やっぱその戒厳の要するに、まあ、体験という問題は戦後結局 GHQ によってなくなってしまって、まあ、要するに皇室による戒厳体験という、天皇陛下の戒厳体験というのは明文上の規定はなくなってしまったけども、少なくとも昭和から平成の明の時には元号を発布する前、交付するにあたって、その事前に陛下にお伝えを申し上げてというような手続きをきちんとした上でやってきたという先例を踏まえるべきだということをわざわざ僕はそれ書いたので、だからそういう意味で言うと、その先例じゃないことを今回やったということについては非常に問題があると私は思っています。まあ、私も先例先例と多分口うるさく言ってるんですけれども、はい、まあ、江崎先生も当然先例が大事だと、はい、まあ、皇室歴史なので、はい、なんですけど、榊原先生、保守の間でなんか先例で守んなくていいみたいな風紀が、あんまり重視保守というんじゃなくて、その先例を知らないですよ、まあ、日本人全体が先例知らないし、先例はどうでもいいやっていう風になっちゃう人は保守じゃないですよ、はい、ですよね、はい、そう思います。保守、はい、だったら先例守りましょうと言わなきゃダメですよね、なるべく守るように努力をしていこうと、そういうことなんじゃないかなと思います、ね、無理やり審議をやることじゃないですよね、という意味でなんで無理やりやったんだろうっていうのが、まあ、それは元号法が欠陥があるわけですよね。その天皇の元号体験というのを踏まえずに、まあ、あの時代の昭和の50年ですか、はい、あの頃の政治状況でいくと、あれを作るのが精一杯だったんだと思うんですね、はいはい、でそこは非常に残念なところではあるんですけれども、うん、まあ、そこの中で昭和から平成の御代替わりの時はギリギリの知恵を、なんて言うんでしょうね、考えて発揮して、うん、事前にご説明をしてっていう調教というんですかね、はいはい、そうです、していただいたわけですけども、はい、今回は
崩御に伴うものではないという新しい事情と、それからやっぱりその何て言うんでしょう、インターネットの時代、そのコンピューターを使用する時代っていうのでになりましたということで、まあいろいろあってこういうことになってしまったと、まあ、いうことなんじゃないですかね。言語法といえば江崎先生のお話をお聞きしたいんですが、はいはい、まああの、まあ、坂村先生おっしゃる通り、あのやっぱりその昭和54年の段階のですね、言語法制定の時っていうのは、言語を制定する、言語法制定することは戦前の天皇、ね、主権の軍国主義時代に戻るんだという、もう気死骸みたいなこのキャンペーンがあって、もう本当にもうあの森友家計問題や戦争法案の日じゃなかったので、まあ、あの時は天皇主権に戻す戦前への舞い戻りだっていう形で、そのまあそのまあその天皇を言語法制を賛成すると言ってた大学教授は吊るし上げを食らったり、あのまあこの左翼の人が殴り込みを食らったり、でいわんやそのそういうことを大学でやったらですよ、あの火炎瓶とか投げられて集会潰されてとか、そういう時代なので、だからそういう時代の中で、まあでなおかつあの時代はあのまあこれ倉山先生のご専門ですけども、もう内閣法制局が左傾化してて、もう要するに天皇ロボット施設に基づいて天皇の体験は一切認められない、それが現行憲法にとって正しいんだという、もう当時めちゃくちゃな解釈が、まあ、法制局を取ってた時代ですから、もうあの時代の中で言語法を制定するということ をするだけでも大変だったんだ。まあ何度も出てくる真田長官だったり、はいはい、そうです、昭和平成の時の三村長官とか、はい、もうとんでもない人のオンパレードがいっぱい出てくる。とんでもない、まああの言い方悪いけど、あの福島瑞穂先生が可愛く見ますからね。まあそうですよね。おっしゃる通りだと思います。本当にあのその昭和50年代の法制局長官なんて本当に福島瑞穂先生が可愛いですよ、まだ、うん、よっぽどあの悪辣なので、はい、だからその法制局とどう戦うのかということで、当時ですね、田中六助っていう人が、まあ、まあ内閣の官房にいて、はい、まあ、彼がこの言語法制定のですね答弁の取り仕切りをやってたんですが、まあ、後に僕は聞いた話だと、田中六助の関係の人からですね、まあ、あの法制局とすり合わせをしたら、もう要するに、まあ、あの天皇は一切関わらせない、うん、言語、はい、交付にですね、うん、とかもうそういう答弁軒並み持ってきた法制局が、はい、もうだからそういう質問をした段階で、あの皇室にの権限をもっと縛ってしまうと、うん、だからあえてそういうことを突っ込まないようにしようと、うん、なるほど、いう戦いをせざるを得なかったぐらい、うん、要するに想定問答集がを手に入れた段階でそういう答弁ばっかりだったので、はい、なるほど。でそれに対してこのそれおかしいというふうに言ってくれた、あの当時の政治家っていうのは民社の人ばっかり、あ、民社党ですね、旧民社党の人たちがやっぱりそういうところはおかしいというふうに言ってくれて、まあ、少し押し戻したけども、まあ、他は全然ダメだったので。なるほど、まあ、それ昭和50年代も悲惨ですが、150年の歴史はもう、はい、じゃあ本編の方でということで、はいはい、まあ、急ぎあの両先生の見解を伺いたかったことがありましたので、はいはい、番組は一旦閉じさせていただいて、後編というか本編の方でよろしくお願いいたします、はいはいはい、よろしくお願いします。